こんにちは重視の藤村です今回の動画はペットのが、ね、ん治療における手術ですね手術の3つのデメリットについて解説していきたいと思いますがんの治療にはですね3大療法っていうのがあってその、ね、手術と抗がん剤と放射線療法っていうのがあってねこれでどう詳しくは、ね、別動画でその3大療法については、ね、別,療法で別動画で解説しててなので、まあ、あのフラワー動物病院 うちの動物病院の名前プラス3大療法とかで調べてもらうと出てくると思うんでそっち見てもらえるといいかなと思うんですけどねそれで検索してもらうと YouTube でね出てくると思うんでこの3大療法とねフラワー動物病院で出てくると思うんでそっち見てもらいたいんですけどこの3つのねどういう特徴があってとかどんな時にこう手術をやるんだとかねどんな時に抗がん剤でどんな時に放射線療法なのかってある程度の話してるのでそっちも見てもらうといいんですけどね。 でえっとまあ、治療を始める前にですね、その、そういうね、なんか、がんが見,こ見つかりましたよって、一応簡単に言っとくと、まあ、手術っていうのはですね、その固形がんっていうのとね、非固形がんっていうのがんには2種類あって、固形がんっていうね、固形のがん、要するに皮膚に、皮膚があってね、そこになんかこうね、しこりがありましたよとか、肝臓にしこりがあるよみたいな、これ固形の。 ののが固形がんで、非固形がんっていうのはそのは白血病とかね血液にできるがんだ固形じゃないがんですねそれううは非固形がんって言って抗がん剤使ったりするんですけど、まあ、固形のがんこういうねしこりができてますよって明らかにその場合は手術が選ばれることが多いんですねで手術をするかもしんないけど根治を目指すのか緩和を目指すのかこっちもねこの三大療法っていう解説の中動画の中で詳しくね こ,こを説明してるんでそっち見てもらいたいんですけど根治っていうのはもう要は100%取りきるってことですね100%がん細胞を取り除くと緩和はそうじゃないということなんですけど3大療法の中でね手術は根治を目指せるよとがんを完全に取り除くことができるよとでも抗がん剤はねがんを減らすことができるんだけど完全に取り除くのは難しいよと放射線治療もねがん細胞を減らすことができるけど根治は難しいよとで血液のがん リンパ腫っていうのだったらまれに抗がん剤で根治することがあるよとな、まあ、そういったことを前提条件としてですねで手術ってなったら固形がんで、まあ、あの完全に取り除くことができる可能性のある根治を目指すことができる可能性のある、まあ、治療法の一つなんですけどそういうまあ最大のメリットがある中でやっぱデメリットもあってじゃあどんなにデメリットがあるかっていうと1つ目としては麻酔、まあ、まリスクですね、まあ、がんになる。 んちゃん,猫ちゃんペットいいうのは高齢な子が多いわけですねやっぱり若くしてできる子もいますけども基本的には高齢な子が多いと高齢な子になってくると例えば心臓病になってたりとかそういう持病があったりするケースが多いですね心臓が悪くなったり肝臓が悪くなってたりとかね腎不全になっているとか何かこうねもろもろあると思うだからこう麻酔のリスクが高いことが多いんですよ だからその麻酔の量を調節したりとかしなきゃいけないけどガンがんが大きくできている肝臓できてるとかなったらねやっぱり出血もだいぶ伴いますし手術時間も長くなりますしとそうなってくるとやっぱり心臓も悪いのに肝臓も悪いのにやっぱり長時間出血を伴う手術を続けるのは危険なことが多いんですねだからその辺のことも知っとかないといけないよとでデメリットの2つ目としては、まあ、機能の損失っていって例えば足の指を 切除すると足の指が動かなくなりますね。例えば足を切除してしまったらやっぱり歩けなくなっちゃったりしますよね。そんな感じでこう機能が本来あるべき機能が失われるよ足だったら歩くとかね立,ち立つとかね膀胱を取ると例えば頻尿になったりとかしますしとかあと手術,後手術のデメリットの3つ目としては手術後の痛みがあるよとまあそれは当たり前ですけど痛みはねその我慢するちゃんは、ま まあ根性論かもしれないけどまあそういう感じでも痛みはあるけどそれはでも痛くてもね生きてるから痛いんでだからまあ,あの痛みのデメリット以上にその手術でがんを取り除くメリットが大きいんだったらやっぱり手術は受けるべきかなと思いますけどねまあ以上のようにね手術のデメリットっていうのはまあ麻酔のリスクとか機能の損失とか痛みがあるぞとでまあでも癌でねその手術でがんを取り除くっていうのは完全に取り除けた場合は根治はね期待できるんで。 取りきれなかった場合はね、病理検査を行ってみて、取り残しがあるかどうか、マージンというので見るんですけど、取り除けてたらね、取り除けてることがかるんで、取り除けてなかったら取り除けてないことがわかるんで、それであの、まあ、確認していくんですね。で取り残残しがあったらがんは体の中に残るわけです。 まあ見た目ではねその肉眼ではがんが取りきれてるように見えたとしても顕微鏡で見たらがん細胞が残ってることがあるわけですねマージンで見ますねマージンっていうのであの病理検査の書類書いてきたらマージンってとこ見てくださいそれでわか,かるんで,で放置すると転移したりとかねやっぱ取りきれてなくてってなるとそのまま放っとくと転移したりとかねがんが大きくなる可能性が、ね、あるわけですでもね取,その取り残しがあったら絶対に転移したりとかそのがんが大きくなる可能性があるかそうでもなくて その特に時に時は問題がないこともあるんですねだからその絶対にあのうわ取り除けてないわってなってもめちゃくちゃ悲観的にはならないでほしいんですけどで手術でそのがんをね完全に取り除きれなかった場合はねもう一回手術するとかあと抗がん剤を使うとか放射線治療を行うことがありますよとで取り残しがあってもね必ず大きくなるわけじゃないんですよさっきも言いましたけど治療がだからねこう諦めずに治療が難しくてもね諦める必要はないよと。 問題がないこともあるんで、その悲観的になる必要はないよと。なぜかね、取り残しがあっても大きくならなかったりとか、転移しなかったりすることもあるんですね。なので、まあ絶対にまあ取り除,取り除きってなかったからもう終わりだっていうことは思わないようにはしてほしいかなと思いますね。例えば南部組織肉腫っていうのがね、ワンちゃんあるんですけど、取り残しがあっても約3分の1は再発するんだけど、残り3分の2は再発しなくて大丈夫なこともある。 ですね、だから取り残しがあってもね必ず再発するわけじゃないんだよということを知っておいてもらえると嬉しいです。今回の動画は以上になります。この動画参考になった方はね高評価ボタンとチャンネル登録とよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。失礼します。